今日も誰かのヒーローにジャスティスさんです。お願いします。おい、本日のゲーム丸々したら即下車インルーレット。はい、ということで、はい、即下車任務です。はい、大好きよこの企画。何度やったか分かりませんが、はい、今までいろいろな即下車やってきましたね。はい、今回初参戦リュウシン。あれがどんなものかちょっと楽しいですね。まあちょっと俺たちが見てやってね。そうですね。で、ちょっとダメそうだったら即ですよ。俺らの指示でね。あ、お前らの指示で、ね、ルーレット関係ないんだ。そうで、なおは今回です。運転じゃなくてプレイヤーとして初めて座ってますね。そうで、もう何のび太くんのやつ。あ、今日はね、一人だけもうドラえもん真似してますね。ドラえもんできなかったら即下車。ドラえもんできなかったら即下車ということで、じゃあまず今回ルーレットって言ったんですけど、はい、よしくん今回の内容を説明しちゃってください。はい、で、ルールなんですけど、まず、はい、常時笑っちゃいけないです。いやもうきつい。俺らの笑顔を撮らないで頼むよ。でここが多分結構大変だと思う。いやそうね、マジきつい。それ笑っちゃいけないは2回です。2回と2回ね。1回はじゃめっちゃ爆笑していいんだ。リーチかかるだけだからね。あ、オッケー。で項目があるんですけど、はい、1つ目がモノマネです。これを常時しなきゃいけない。なるほど。モノマネしなきゃすぐ下車。モノマネはいけます。何でもいい、何でもいいでしょ。自分がそのモノマネしてるよってことを言えば、だ超イケメンな俺とかでいいでしょ。俺はモノマネじゃない。このままいられると余裕ですよ、ベイペ。モノマネあるの分かんないです。はい、お前。はい、やってないよ、まだ。で、二つ目の項目が、地声出したらね。わー。地声ね、やったね。はい、オッケーです。で、三つ目が、英語禁止です。うお、普段使わんやろ、英語。オーマイガー。そう、そういうのもだから使えないってことだよね。ミーもダメ、ミー。ミーもダメ。ミーもダメ。使ったの見たことないよ。下車していくごとに、その項目が増えていくんですけど、はい、なんでだんだん難易度が高くなっていく。なるほど。最後なんだったらでしょ、笑っちゃいけない、モノマネ、地声なし。待って、行くって、待って、行くって。モノマネで地声はもう、モノマネじゃなくなるね。いやでも、大城博士とかさ、大城博士、地声ではないやん。あ、そう。って感じですね。でも早速、行っちゃいますか。はい、行っちゃいますよ。じゃあまずもう、今笑っちゃいけないんだけど、一つ目のじゃルーレットお願いします、よしか。最初のお題は、こちらです。まず、はい。頼む！地声ダメ。うわー、もういきなりね。オッケーです。じゃあ最初のお題決まったということで。はい、オッケーですか。あー、それではレッツラゴー。イエーイ。さあ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 、みんな大好きだよ本当に。うわ、もう大好きさ。これモノマネしてないかい、誰かな。知ってないさ。僕ら今高い声じゃん。よし君多分結構低い声な気がするんだ。そうね。何でもいけるぞ。誰それ、よし君。ジャイアンのパパだ。見たことない。出たことあるの、ジャイアンの。一回だけあるよ、ジャイアンのパパ。似てる、めっちゃ似てる。似てるのさ。誰、本当に。あ、カツオなのさ。姉さんはいつもそうなのさ。カツオです。審議入っていいですか。はい、自分で言うのね。いや、ライアンのお母さん人が決めて。どっちが合うとか。じゃあせーのに見せとこう。はい、せーの。じゃあよしくん刺すね。ということで、よしくんアウト。まだ1か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 。モノマネじゃないって言ってたのにさ。でもモノマネ別にしてもいいよ。いいよ。舐めてはないから。笑かせに行ってるだけだからね。いきますよ。はい、よーい、スタート。いや、僕は結構低めでいきたいと思うよ。俺は高めでいく。俺は高め。じゃあちょっと一回みんなで低めやってみよう。低めで結構むずいと思うから。よし君は低めやってみる。うん、さっきからそれは何なんだ。ジャイアンのパパだ。あ、ジャイアンのパパは見たことないよ。あ、ちょっといいこと思いついた。何？みんなで音程を一個ずつ下げていくゲームやりたい。いいよ。じゃあよし君からお願いします。はい、うん。そんなに低くから始まる。こう低いよ。これ以上に下げるってことだよね。じゃあ僕、次、僕言います。どういう順番？ラー、低さで言ったら負けだと思うよ。うん、それはそう。それはそう。結構なかったんだ。あっ、うざ。はい、負けだ。すごいわ。あのの下げるぞ。低さで言ったら全然いい。怖がってなかったね。もうやばい、合気よしくやばい。そうです。えぐっ。俺ちょっと今の危なかったね。うん、確かに。オーケー、行きましょう。よーい、スタート。にゃお、猫にゃん、猫にゃん。わっ、わっ、犬にゃん。おお、ゾウにゃん。ウキー、ウキにゃん。よいしょ。
おう。それすっゴージャスじゃん。俺はゴージャス。はい、タワーゴー。ポイント整理しよう、一回。俺、わら1。わら1ってやめて、その。俺もわら1。ライオはゼロ。あ、そっか、ゼロ。よし、プリンス。俺とライオ以外は全員わら1ね。もう結構リーチ。でもライオも笑ってたから、わら1。じゃあ、わら 0.5、わら 0.5。いいよ、めんどくさいから。もう、マジで、じゃあ次、大笑いしたら 1.5 って。あ、いい。もういい。大笑いってことはあれでしょ、脇から笑い声も出ちゃうくらい。やるか。どこを切り取ったら脇笑いになる。脇笑いって言ったら。笑いが湧き出るということで。あ、うまい。うんま。いかちゃん。じゃあ、なんか、お願いします。まず俺からかますラップ、いや騙すわけなくかますだけ、イエー、何これ、わからない、変わらない、俺たちの友情、イエー、急上昇、イエー、大きい、よいよいよ、チェホチェホチェホン、チェホン地獄やばい、アウトバリバリ地獄やってる、今うん、地声って一発じゃね、一発だぜ、ってことで、ライ君、ゲッション、バカ油断する、バカ油断する、やべえ、俺マジで忘れてた、今違ったの、うわ、やってもってマジでやってもった、ライ君、ソピデショですけど、うん、気持ちはどうですか、まあ、走って追いつきます、わぁ、言ったな、一人で走ってます、まあ、あとはこいつら4人がどれぐらい取れたかを残してくれるか楽しいだな余裕だぜ、言っとけよって感じよな、別にリーダーいなくてもいいからね、いけるもん、俺バイバーイ、頑張って、ありがとう、まあ、ということで、ライ君降りたっていうことは、お、お題が増える、はい、地声もダメってことだよ、地声もダメ、地声もダメ、はい、ということで、はい、残るお題はこちらになりましたよ、はい、英語禁止とモノマネです、うわ、どっちもきつい、どっちも嫌だけどね、いきますよ、さあ2個目のお題はこいつです、はい、モノマネ、モノマネだ、モノマネだ、でもなお地声もあるからね、そうだよ、地声禁止、笑っちゃいけないプラスモノマネね、よーい、スタート、みんなめっちゃダンスだよ、僕ステッチ、いいことする、これをさ、ちょっといいゲーム思いついちゃったよ、あらら、モノマネで山手宣言、あらら、ただね、お題はどうする、あらら、じゃあポケモンの名前でいこうか、おー、いいね、ステッチ、もうアウト、やばいやつじゃねえよ、何のモノマネするかさ考えててさ、フランスにステッチでステッチが来てきちゃった、やばいやつ、自分まで、はい、ナオくんアウトですよ、はい、あ、下車か、下車だよ、はい、ナオくん下車です、全然ライナと距離変わんねえ早すぎる、早すぎたね、はい、ということでナオくん下車です、はい、下車か、オくん、なんか、前で、ね、車軽くなってね、ちょっと軽くなった、いい匂いじゃね、ね、いやでもね、ちょっと寂しいとこあるよ、あ、ナオ足治ってんだ、治ったよちょっとナオも治ってバイバーイ、はい、ということで、ナオくん下車しました、えーガチ車軽くなった、確かに、マジありがてえ、暑さが変わったよね、マジで涼しくなった、ちょっとやりやすくなったということで、はい、もう最後のお題は決まってます、はい、で最後に残ってるのが英語禁止です、英語禁止はいっちゃむずい、ここまで来るとさ、4つ項目あるじゃん、だから、あの見逃されたらそれはセーブ、セーブだ、おお、それはセーブ、確かに、ということで最後の項目、はい、英語禁止です、よしマジ気合入れていこう、早速いっちゃいましょう、いくか、はい、いいですか、はい、レッツラーゴー、はい、ということでナオが降りる前にやってた、うん、ポケモン山手線遊びはどうか、いいんじゃないか、いいね、じゃあリュウシンから行こうか、せーの、さーらさー、やーすげにゃーす、武蔵でやんす、さかずきでやんす、昇竜拳、ポケモンじゃね
だよ。たまに高橋君が当たる。高橋君いないって。高橋君いないっすよ。赤犬だから。ああ高橋か。ということで、龍神アウト。龍神まだ最初でしょ。まだ最初だったの。いやこれで今全員崖っぷちでしょ。デスゲームの始まりや。いや重いね。はい、ということで龍神がアウトということで。はい。うん、お題変えようか。うん。まあアニメのキャラとかでいくか。うん。山手線ゲーム。でも待って。アニメ危ないよ。アニメのキャラ。山手線ゲーム。危ない。アニメキャラ。やばいよ気をつけて。用意スタートでね。用意スタート。ガキから行こうかね。行きますよたけし。ちょっと待って、たけし主人公のアニメ何言って。あ、ごめんごめん、怖いね。主人公だったのね。申し訳ない申し訳ない。もう一回行かせていただきます。行きますよ、ランネちゃん。真実はいつも一つ、花の穴は二つ。よー、守る。コナン君。ガープ。ちょっと待った。ガープは主人公じゃないね。ちゃんとお題には沿ってほしいな。そうだね。次言ったら殺すよ。いきますよ。はい。孫悟空さん。潔与一さん。ガープ。あいつ何のシーンガープだと思ってたせんで。ということでゴーキーアウト。最悪やー。ザガープばっかり。だって今の外れてたら俺は下車だったから。危なかった。確かに。確かに。ユシもう命がけのガープだから。はい、ということでゴーキー君下車でーす。バイバーイ。まあね、まあ、ゴーキー頑張ったよ。いい戦いだった。うん。連戦を繰り広げてた。ガープしかないねって言われたくない。え、もう行っちゃうの？もう行くよ、それは。待って、なんか言う残すことある。ガーッ。お前もかよ。はい、ということで、あー疲れた、マジで。結構ね、疲れるよ、これは。いろんなのが組み込まれてるからね。まあ、ということでね、残ったのは俺とリュウスンです。いや、マジ俺らがじゃあ下車最強ってことやね。俺結構残りがちなんで。あ、そうなん。うん、なんでちょっとね、今だから言えるけど自己申告でアニメって言ってました。ちなみにポケモンもどうかと思うけど。あ、確かにそっか。そうだから結構もう俺らいろいろありすぎて、うん、頭の中ぐちゃぐちゃで全然見逃してるよね、うん、まあね、そこはね多めに見てもらってね。そうそうそう、うん、はい、ということで、まあ、こんな感じでね、俺たちは面白い動画、即下車を含め、うん、たくさん面白い動画出してるのでぜひ見ていただけたらなと思います。お願いします。はい、ということで次の動画でバイバーイ。最後まで動画を見てくれてありがとう。即下車系動画は大人気企画だし、やってて楽しいので、またやりたいと思います。それでは次回の動画で、バイバーイ。